はい、皆さんこんにちは、ポールのマイノリティラジオへようこそ。ということで、今日もラジオ撮っていきます。本日はですね、ネットフリックスのプラン紹介というかおすすめプランをね話していこうかなと思ってるわけなんですけど、最近ですね、結構ネットフリックス作品の紹介が多くなってるなと思って、僕ですね、今まで全部でね3つのプランがあるんですけど、全て加入したことがあるので、各々のプランの特徴であったり、どういった方にどのプランがおすすめかっていうのをこの動画でね紹介していこうかなと思います。というところで、早速やっていきましょう。はい、ではまずですね、プラン比較ですね。大きく分けて3つのプランがありまして、ベーシックプラン、スタンダードプラン、プレミアムプランという3つのプランがあります。で、おのおのね、価格設定がいろいろあって、990円、1490円、1980円と3つのプランがありますというところで、まずね、第一前提にこの真ん中の段のところ見てほしいんですけど、映画やドラマが見放題っていうところに関しては全プラン一緒というところがまず第一点ですね。ベーシックだろうが、スタンダードだろうが、プレミアムだろうが、見れる作品に関しては何も変わらないというところがまず大前提にあります。では一体ね、どういう違いがあるのかというところになってくるんですけど、ですね、同時に視聴可能な画面数というものが各々ありまして、ベーシックだと1、スタンダードが2、プレミアムが4台まで同時にね見ることができるというところですね。まあダウンロードに関しても同様になっておりますというところで、単純にですね、同じ時間帯に何回線見ることができるかっていうのがまずね一つ目の違いになります。これはね、本当に書かれている台数分しか同時視聴っていうのが絶対にできないになっていて、僕ベーシックプランに入ってる時にスマートフォンでね、ネットフリックス見ながらパソコンでね違うの見ようと思ったら、こちらの作品が別の端末で再生されていますっていうのが表示されて、視聴することできなかった覚えがあるので、こちらのね台数を超えることは絶対に不可能になってるっていうのが、まず一つ目のプランの違いになってくるかなと思います。そしてですね、二つ目なんですけど、大きく言うともう画質が違うというところですね。でですね、ベーシックプランに関しては HD での視聴が不可能になっているというところで、スタンダードは HD で視聴可能だけど、ウルトラ HD の 4K の超高画質で視聴することができないという仕様になっております。プレミアムに関してはもう全てのものが網羅されていて、超高画質での視聴が可能になっているというところが、プランの違いになりますね。なので大きく分けて2点、同時接続可能な台数と画質が違うというのがプランの違いになってくるというところですね。で、同時接続に関してはもう書いてある通りなので、特にね追記することはないんですけど、画質に関してね、もうちょい詳しく次のページで話していこうかなと思います。はい、ではね、おのおののプランでの見ることができる画質についてね少し話していこうかなと思います。まずベーシックプランに関しては、SD という画質、 480p の画質で映像が見ることができるという状況ですね。参考に、DVD と同じ画質だと思ってくれればいいかなと思います。で、スタンダードプランの HD に関しては、720p や 1080p ですね、 1080p に関すると YouTube の高画質モードというか、 YouTube の最高画質が今、1080p だったと思うので、そちらは参考にね、なんとなくイメージつくかなと思います。で、最後プレミアムプランに関しては、HD やウルトラ HD、 4K ですね、超高画質は 2160p ですね。結構最近流行っているような高画質の映像という 4K 作品って結構聞いたことあるかなと思うんですけど、そういったものに対応されている端末かつ作品であれば、4K で見ることができるっていうのがプレミアムプランの画質になっております。なんとなくねイメージついたんじゃないかなと思います。はい、そんな感じでね、ざっとプランの違いについて説明していったわけなんですけど、次はですね、3つのプラン全て加入した経験のある私がどういった方に関してこのプランがおすすめかというところを次のスライドで話していこうかなと思います。はい、ではね、紹介の方やっていくんですけど、まずベーシックプランに関しては、未加入者であったりとか、スマホタブレットで見るよって方はベーシックプランでいいんじゃないかなとまず思います。まずね、ここから話す内容というのはかなり個人的意見になってしまうんですけど、まずね、未加入者の方に関しては、今後ねどのくらいネットフリックスを利用するかっていうのもわからないので、まず一番安いプランで、加入してみて、自分がねどの程度このネットフリックスというものを利用するのかっていうのを試すためにもね、ベーシックプランでまず加入してみるのいいんじゃないかなと思います。やっぱり一番値段も安いっていうのもあるし、コストを抑えたいっていうのはみんな同じだと思うので、ベーシックプランで、まず入ってみるっていうのがすごくいいなと思っていて、逆にですね、ベーシックプランでしか見たことない場合だとか、スマホやねタブレットで見るっていう風な感じであれば、僕もね当時最初ベーシックプランに加入していたんですけど、画質に関してね悪いと感じることはありません。やっぱり画質ってこう慣れだと思うので、その初めて入った段階でその画質で見ていると、特にねなんか画質荒いななんて思わず普通に楽しむことができたなっていうのが個人的意見なので、まずね未加入者とか、テレビとか繋がずにスマホとかタブレット端末で見るよって方は、ベーシックプランはまず入ってみるのいいんじゃないかなと思います。
はい、では次はですねスタンダードプランになるんですけど、こちらベーシック加入者の方に関してはぜひねスタンダードプランに加入してみてほしいなと思います。あのベーシックプランに引き続き入ってる人ってある程度こうネットフリックスで作品を見てる方なのかなと思うんですけど、その画質の観点からいくと SD 画質というものでベーシックプランで長く見続けている中で、特にねその先ほども言ったけど画質で違いというものというか悪いってね特別感じることはないんですよ。ですがスタンダードプランに切り替えた時の HD の画質と言ったら本当に感動を覚えます。あ、こんなに綺麗な作品が見れたんだみたいな感覚に陥ることができるというか、やっぱりこのベーシックプランで期間を積んだからこそスタンダードプランに上がった時の画質に関してね僕は感激を受けたというか、あの映画やドラマはもちろんなんですけどアニメですらねすごく高画質に見れました。なので、ね、やっぱりこうベーシックプランで慣れた後のスタンダードプランに上げるっていう瞬間のあの感激というのを味わえるのでね、あのベーシックプランに加入している方はね一回スタンダードプランに変えてみてほしいなと思います。で最後ですね、プレミアムプランに関しては何だろう、家族がいる方に関してはこのプラン一択だなと思います。もちろんね最高級の画質ウルトラ HD で見れたりだとか、あの人数でね割れば、1980円で例えば4人家族であれば1人500円になるというところですごくねプラン的にも家族ぐるみで見る場合はすごくお安いなと思いますが、例えばね個人でそのウルトラ HD で見たいからプレミアムプランに入ろうというのは少し僕はねあのやめた方がいいかなと思っていて、というのもですね、まず一つ目に、端末 4K に対応しているテレビだとかモニターというのを持っているかどうかっていうところが、まず一つあるんですけど、例えばねじゃあ自分は 4K のテレビ持ってるんだよという人でも、あの作品側がですね 4K に対応しない作品っていうのが、肌感ですけど結構多いイメージがあります。なんだろう、もちろんね 4K に対応している映像を見ればものすごく綺麗だなと僕も思ったりはするんですけど、うん、そうですね、やっぱり現状のラインナップを見る限りでは、プレミアムプランで 4K で見れるっていうような画質に関する利点というよりは、4台接続できるというところで利点を感じる方というのがプレミアムプランに入るべきかなと個人的には思います。ただ僕はですね今プレミアムプランに加入していて、というのもまあ家族ぐるみでね見ていたりはするので、なんだろうな、あの本当にね4人一気に見れるっていうのはすごくあの魅力的なプランではあるので、例えば一緒にね家族で他にもネットフリックスが見たいだとか、例えばね自分からネットフリックス見ようよみたいな宣伝持ちかけるのもいいんじゃないかなと思います。なのでですね、まあざっとねまとめますと、ネットフリックスねまだ未加入者の方にはまずベーシックプラン入ってみるのがいいんじゃないかなと思います。そしてまあベーシックプランに今加入している方に関してはぜひねスタンダードプランに変更してみてほしいなと思います。あのこちらね本当に僕は一番おすすめかな、スタンダードプラン。あの一人で入る場合であれば、あのベーシックからスタンダードに上げた時っていうのがすごく僕はね感激を受けたので、個人的には一人で見る場合に関してのベストはスタンダードプランなのかなと思います。そしてまあ家族ぐるみで見る方に関してはプレミアムプランで入るっていうのがやっぱりいいかなと。もちろんね値段も安くて一番最高級の画質で見れるっていうのはもちろんいいんですけど、ただ全員が全員ねそうやって4人とか3人とかの家族がいるわけではないと思うので、まあ僕が今ね話したようなところに該当する方は各々のプランに入ってみるのいいんじゃないかなと思います。いや、あのこの話を聞くとね、最初に入るときにじゃあスタンダードプランに入りたいよって思う人いるかもしれないんですけど、個人的な本当に個人的な話だとすると、まずこのベーシックから入ってスタンダードに上がるってところまで楽しんでほしいというか、最初からいいものを得るんじゃなくてそのステップアップも楽しめるようなところっていうのが、まあいろんなね全然あの仕事だとかもそうだと思うし、まあ学校とか勉強とかスポーツも全部そうだと思うけど、こうなんだろうな、一段上がった時の快感っていうのをこのネットフリックスの中でも僕は感じてほしいなと思っております。はい、そんな感じ今日はですね、ネットフリックスのプラン比較とどういった方がねこのプランおすすめですよというところについて話していったわけなんですけど、いかがだったでしょうか。あの本当にね最近ネットフリックスに関しての作品の紹介とかいろいろしていってるわけなんですが、先日ですね、あのネットフリックスの小説ノールールズという本をですね僕読ませていただいて、やっぱりこうネットフリックスってすごいなと感じる、あの尊敬するべき点がたくさんあって、なんかこれからもねネットフリックスが映像作品だけじゃなくてどういった事業にね展開していくのかなど、僕も本当個人的一ファンとしてあの注目しているので、まあこうやってね動画で今後も取り上げていこうかなと思っております。はい、そんな感じでね今日も動画を終わりにしていこうかなと思ってるわけなんですけど、今回ね動画見ていただいて少しでも参考になったとか、私もこれを機にネットフリックス入ってみようかななんて思ってくださった方がいらっしゃいましたら、ぜひねチャンネル登録とボタンの方よろしくお願いいたします。あの今後ねあのネットフリックス入った後におすすめのね映画やアニメとかドラマのね紹介どんどん上げていこうかなと思っておりますので、皆さんと一緒にねこうやってネットフリックス作品楽しめていけたらいいなと思います。はい、そんな感じで今日も動画終わりにしようと思います。どうもありがとうございました。今年はフジロック行きます。